東日本大震災から11日で2年を迎えたのに合わせ、県内各地でも犠牲者の追悼や復興への願いを込め、さまざまな催しが行われました。松山市堀之内の城山公園では、10日夜、1000本のろうそくに火を灯す松山万灯会が行われ、およそ100人がほのかに揺れる炎を前に祈りを捧げました。この催しは宮城県女川町での災害支援ボランティアを中心に実行委員会を結成し実施しました。